さあ、ここからがハイライトだ。ベルトが空いてるせいで損してると思うに対する、ネットの反応をお送りするよ。劇場版での登場がな、未だに好きなんですよ。アクセルフォームの方が印象強い。客演回数でもアクセルが圧倒的なのは試合を感じ、と思ったけど、なんだかんだ合計はそんな変わらないらしいんだよな。頑張れば航空戦艦ぶち落とせるやつ。アギトのシャイニングフォームもテレビスペシャルできっちりやったら、本編はめちゃくちゃあっさり出るし、当時は他の媒体でやっておけば本編あっさりで構わんかみたいなところある。マリ、なんだっけかな。救世主は何をするんだ。闇を切り裂き。光をもたらす。聞こえねえよ。闇を切り裂き、光をもたらすのよ。ここで南朝系主人公になるタックン好き。王の護衛役にしてはちょっと火力が過剰すぎやしませんかね。花形が後から届けたあたり、これは最初から王打倒の最終兵器な気がする。帝王のベルトすら凌駕するレベルだからな、とんでもないよ。劇場版が初登場でものすごい興奮したからこそ、本編で少なくてもあんまり気にはならなかった。ドラゴンに勝てるって明確な強さあるから好きよブラスター、早く CSM 出して。ファイズは拡張性が高いと言っても限度ってもんがあるだろ。なんで王すら倒せる機能後付けできるんだよ。ファイズの強化形態じゃなくてファイズ2だから、いくらでも持ってもいい。本当に電車切りをしたやつ。大型のフォトンブラッドの質部エース量な戦い、いいよね。後付けで帝王のベルトと互角以上の強さになるのは確かに拡張性すごいわファイズ。一応単純なスペックはオーガの方が上である。でもブラスターの赤いところは、ファイズエッジのミディアムモードに匹敵するエネルギーを帯びているため、波のウルフェノクであれば、触れただけで廃下させることが可能。危なすぎない。ベルト以外はマジで大好き。やっぱベルトが空っぽなのも悪くはないんだけど、何かしら専用のデザインがあってほしいよな。ファイズバージョン1は王を守るため。バージョン2のブラスターは明確に王を倒すための武器ってなったんだろうな。なるほど、ファイズブラスター花形製作説か、初耳ではあるがしっくりくるな。ファイズの拡張性に目をつけた花形が、タイアークオルフェノクの切り札として用意していたものであって、本来スマートブレインのコンセプトではないってのはありえるな。昨今のノリだったら新しい携帯差し込んだりしたんだろうな。むしろ機械的で好きだよ。無駄にベルトにさすがジェット増やさないのが、最近のはさすがに戦うのに振りすぎるだろ、みたいな変身ベルト多いからな。ブラスターにミッションメモリー刺すとかじゃダメだったのか。ベルトからファイズフォンがなくなったことのインパクトが強すぎるけど、フォンそのものがミッションメモリーの役割に変わるってコンセプトなのでは。本来あるべきものがない異質さが好きだけどな俺。自殺フォーム。ファイズブラスターにファイズフォンを差し込んで解禁する携帯だから、くくりとしては既存のベルトとは違う、新しいベルトで変身するタイプなんだよな。これベルト外されても変身維持できるのかな。デザインは大好き、活躍しろ。ドーム粉砕キックで満足しろ。出番は少ないけどしまくってたろ。活躍はでかい、強さもすごい、回数はない。最終フォームらしいラスボス以外は圧倒できる強さが良かった。リゲインドにも出して欲しかった。ブラスターにほぼ機能を移行してるから、かなり異質というか面白くはある。巨大ボス枠じゃなくてオーガと戦って欲しかったの。黒スーツ部分にフォトンブラッドが染み込んでる状態だから、本当はうっすら光るのかな。人工衛星の映像が当時基準でもしょぼい気がする。マーカーなしで即出る。シンクリムゾンスマッシュ好き。平成ライダーキックでちょっとがっかりしたんだな。わかるよ。オーガとも戦ったじゃないか。ノーマルだと殴られてすごいダメージだったのがブラスターになったら逆に殴りだけで圧倒するの好きだぞ。とどめはエラスモが刺してるけど、直前の必殺技激突も派手でかっこいいしな。全身フォトンブラッドの塊。ベルトに何かアイテムを追加するって強化方法は電王からか。配色はヒロイックなのに、佇まいに作業服のような渋さがある。威圧感あるしアクセルとも使い分けできていて、中間フォームが単なる介護官になってなかったのもいいよ。重戦車みたいに近づいてタックンのチンピラパンチで沈めるやつ。本編だと電車切りと最終回以外何やったっけ。コウモリをボコった、牙をボコった。剣を肩で受け止めた上で反撃するの圧倒的で好き。
キバさんを盾にするコウモリに切れて、武器ぶん投げて直接ボコボコにしたけど警察が邪魔してきて逃がした。ファイズの強化フォームっていつも急だよな。いいですよね、この右ストレート。ブラスターは背中から見るのが一番良いよ。フォトンバスターモードでイラスモテリウムを一発で倒せたけど、オチオチ撃てない威力すぎる。背中のやつが変形して飛行ユニットとかタキャノンになるの好き。全身フォトンブラッド状態だし、もっとテカテカした質感だったら良かったかもしれないけど、下手すると安っぽく見えそうだし劣化もヤバそう。設定画だと頭と体で赤色に違いないから、全身メタリックレッドが本来あるべき色かもね。バトライド棒でお世話になった人も多いだろう。A押してキャンセル繰り返すだけでサクサク。新聞もラテランのファイズ2ってサブタイトル好きだった。スーツから別物だもんね。強すぎるし人間にも害あるからあんまり変身できないフォーム、アクセルのが使いやすいかな。肩のキャノンだけで大体の敵は倒せそうだが、確か設定だと一発でクリスマと同じ威力だとか。突出して強いブラスターの出番少ない分、強化フォームのないサブライダーとのかっちょいい連携プレイが多いのはいいんだか悪いんだか。ベルトが空になるのが特別感あって個人的には好き。当時はあんま気にしてなかったけど空って言われると気になるな。それまで無敵だったドラゴンオルフェノクガテも足も出ず逃げていくのが最高。ファイズブラスター、ネクストカイザ、デルタの揃い踏みが見たかった。デルタだけ何もないの寂しくない。ジェットスライガーで頑張ってもろて、このブラスターフォームでも圧倒できなかったバットオルフェノク。まあ、まともに戦ったら素手でも圧倒はしてる。撃たれないように動き回ったり、キバさん人質に取ってるからめちゃくちゃ粘ってるけど、アクセルでとっとと倒すのが正解だった。でもこれが正解になるから強いんだよなあいつ。性能も超高いし飛べるし、遠距離攻撃も豊富と本当に強すぎるんだよな。人間として、ファイズとしての時には使わないのが意外。試行錯誤してた時期なんだろうけど、顔のデザイン変えて欲しかったな。ヤギなら良い勝負できるかもしれない。デルタは最初に作ったから発展性がないとかなんとか。今だったらサイガーあたりのスーツと合体して、新フォームでっち上げられたりするんだろうかデルタ。デルタが初期型で、カイザがフォトンブラッドの出力と流れストリームの形状変えたとかで、ファイズは最初から拡張性ありきみたいな感じだったかな。ネクストデルタ本ってどんな風になるんだ？変身デメリットというか、単純に危ないからあんまり変身しなかったんだっけ。当時のクリムゾンクロスの説明で、変身者へのキックバックのせいで波のオルフェノクだと廃下するとはあるけど変身中の負担は不明。今のライダーズ感だとその記述はひっそり消えた。走行響きの没案でもあったらしいけど、基本フォームから引き算したデザインを最強フォームに取り入れたいってアイデアがあったらしい。作中の説明一切ないからわかんねえ。パラロスの社長の首切断したのブラスターなんだっけ。子供の頃はわかんなかったけど、もしかしてブラスターのモチーフショルダー本、時代遡ってない。オーガの方がスペック高いんだけど、そこは匠の連動でなんとかなった感じか。明らかに性能で圧倒してるシーンもあるから、全身フォトンブラッドなのでスペック上のパワーより攻撃力が高いのかも。ブラスター使わなかったの、なんだったら持ち運ぶの面倒だから使ってなかったみたいな緩い理由かもしれん。ファイズはメインのベルトすら持ち歩くの不便してたからな。だって、ファイズギア入れたケースはまだ持ち運べる見た目してるけど、ファイズブラスターなんて普段持ち歩きたくない見た目だし、エラスモとの決戦でオーガが耐えてる間に、せっせせっせとブラスターを射撃モードにしてる様子がなんか好き。キックとパンチのチャージってどの操作で出すんだろう。オーガ無双状態だから戦績いい。なんだったらオーモ尺の都合で苦戦してねえ。キバさんはカッとなったら力を振るうのにためらいないけど、喧嘩が強いわけじゃないからな。タックンにブラスターとアクセル使わせたバットやっぱおかしいな。さすがに一方的にボコられてたけど。バットは状況判断力が高いから、勝てないとわかったらすぐ退散するの賢い。超高出力ってのは好きなんだけど、それまでのタックンが不良殺法込みの技巧派って感じだったから、そのあたりうまく噛み合ってないように当時は思ってた。
映画のタックンは中性子星みたいなのかかってるから異常に強い飛行ユニットを失った際がオスのファイズで蹴飛ばして転ばせるなんて草加にはできない。アクセルで飛行ユニット壊したとはいえ、ノーマルファイズでサイが倒してるもんな。パラロスタックン、オーガストラッシュを打ち破っていく超強化クリムゾンスマッシュいいよね。超強化とかブラスターやらと公式も結構フラフラしてるクリスマの名前。個人的に映画で一番好きな演出は、エラスモ戦で壊された馬人からファイズエッジ抜きつつジャンプしながら切りつけるシーンなんだよな。今でこそ簡単に作れるシーンだろうけど、当時はああいう絵作りを実写で見たことあんまりなかったし。